ダースは、ドイツの映画監督。1945年8月14日、デュッセルドルフで生まれた。ギムナジウム卒業後、大学では1963年から1964年まで、医学を、1964年から1965年まで、哲学を専攻したが、いずれも断念した。1966年10月に画家を志して、 パリへ引っ越した。しかし、高等映画学院の入試に失敗。その後、モンパルナスにある、ジョニー・フリードレンダーのスタジオで彫刻を学んだ。この頃、1日5本以上もの映画を見る生活を送っていた。1967年、ユナイテッドアーティストのデュッセルドルフオフィスで働くために、ドイツに帰国。同年秋には、ミュンヘンテレビ、映画大学に入学。 1970年までフィルムクリトィック氏や南ドイツ新聞、トゥエンマガジン氏、デアシュピーゲル氏で映画批評を執筆した。また、1967年からは映画監督としての活動を開始し、1969年までの3年間で警察映画やアラバマ、2000光年、3枚のアメリカの LP など8本の短編映画を制作した。 1970年、16ミリモノクロによる、初の長編、都市の夏を監督。1972年、友人でもあるペーター・ハントケの同名小説を映画化、した、ゴールキーパーの不安を発表し、第32回ベネツィア国際映画祭で、国際映画批評家連盟賞を受賞した。以後もハントケは、ベンダースのいくつかの作品の脚本を手掛けている。 1974年、アメリカからオランダへと旅する青年と少女を描いた都会のアリスを発表。翌1975年には戦後ドイツを表彰した回り道を発表。1976年のサスライは即興演出によりロードムービーの頂点を極めた作品と評価され、 カンヌ国際映画祭国際映画批評家連盟賞、シカゴ国際映画祭ゴールデン、ヒューゴ賞などを受賞した。これら3作品は、ロードムービー3部作と呼ばれる。また、これらの作品により、フォルカー・シュレンドルフや、ベルナー・ヘルツォーク、ライナー・ベルナー・ファスビンダーらと共にニュージャーマン・シネマの騎手として、一躍注目されるようになった。その後、一時は作風を変え、 パトリシア・ハイ・スミスの小説を映画化したアメリカの友人や敷地界ニコラス・レイの姿を映したニックスムービー水上の稲妻などを発表した。1982年にはフランシス・フォード・コッポラの依頼を受けゾエトロープ社が制作したハメットの監督を務めた。しかし、制作方針をめぐりコッポラと衝突。撮影は何度も中断され、 ベンダースはこの期間にポルトガルに渡り映画制作の現場を舞台にしたことの次第を制作。同作は第39回ベネツィア国際映画祭で金獅師匠を受賞した。1984年サム・シェパードの脚本をもとにアメリカを舞台にしたロード・ムービー・パリ・テキサスを発表。第37回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞した。 翌1985年には敬愛する、小津安二郎に捧げたドキュメンタリー、東京画を制作。1987年、10年ぶりに、ドイツで制作したファンタジー、ベルリン、天使の歌を発表。第40回カンヌ国際映画祭で、監督賞を受賞した。1989年には、ファッションデザイナー山本陽次に関するドキュメンタリー、 都市とモードのビデオノートを発表した。1991年、念願の企画だった SF 大作、夢の果てまでも、お発表。1993年には、ベルリン、天使の歌の続編となった、字の翼に乗って、ファラウェイ・ソー・クロース。お発表。第46回カンヌ国際映画祭で、審査員グランプリを受賞した。1995年、 ミケランジェロ・アントニオーニの指名を受け、彼の13年ぶりの長編、愛の巡り合いの一部を監督した。1997年には、映画と暴力の関係を扱った、エンド・オブ・バイオレンスを発表。1999年の音楽ドキュメンタリー、ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブは、ヨーロッパ映画賞やロサンゼルス、映画批評家協会賞のドキュメンタリー映画賞を、 受賞するなどを高く評価された。2000年、U2 のボノの原案をもとにした、ミリオンダラーホテルを発表。第50回ベルリン国際映画祭で審査員賞を受賞した。2003年には、マーティンスコセッシのプロジェクトの一環として、音楽ドキュメンタリー、ソウル・オブ・マンを制作した。2004年には9.11以降のアメリカを舞台に、した。 ランド・オブ・プレンティを発表した。翌2005年には、パリ、テキサス以来およそ20年ぶりに、サム・シェパードと組んだ、アメリカ、家族のいる風景を発表した。同年には、ロカルの国際映画祭で名誉表彰を受賞した。2008年には、デニス・ホッパーが、指針役で出演した、パレルモ・シューティングを発表した。2011年、 20年にわたって企画を練っていたピナバウシュに関するドキュメンタリーピーニャピナバウシュ踊り続ける命を発表。翌2012年の第84回アカデミー賞では長編ドキュメンタリー映画賞にノミネートされた。2014年ジュリアーノ・リベーロ・サルガドと共同制作したドキュメンタリーセバスチャン・サルガド地球へのラブレターを発表。 第67回カンヌ国際映画祭のある視点部門に出品され特別賞を受賞した。2015年第65回ベルリン国際映画祭で名誉金熊賞を授与された。同年自身初の 3D 映画誰のせいでもないを発表を。2017年6月にはベルリン国立歌劇場の指揮者ダニエル・バレンボイムの依頼でジョルジュ・ビゼー作曲。 新珠鳥でオペラ演出家としてデビューした。2006年4月29日から5月7日にかけて、東京、表、山道、ヒルズ本館地下3階の王、王で開催された。写真家である妻のドナータ・ベンダースと共に、京都から尾道、友の裏、直島へ旅をした、道中の、琴や、瀬戸内の原風景を収めた写真を展示した。 作風としてはビムが風景を、ドナータがモノクロ写真での人物を表現した。日立造船向島西工場跡地の男たちの台湾のロケ地での写真も展示された。また、高橋駅によるドキュメンタリー作品も制作された。東京物語の第二の舞台となった、小道の風景と共に、ベンダースによる小道へのオマージュを表現したもので、 東京物語に登場する、上土寺の裏山を登るシーンも記録されている。ありがとうございます。